どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、今、2月の3日の、ちょうどね日付をまたいだ1時、まあ、夜中の1時20分ぐらいなんですけども、まあ、12時を、過ぎたぐらいでね、三井住友クレジットカードね、キャンペーン、まあ、2月3日から開始しますっていうのをね、アナウンスしてたんですけども、まあ、そちら発表になりましたんで、まあ、今回ね、そちら解説していきたいと思います。キャンペーンがですね、まず漏れなく 20% キャッシュバックの、最大1万2000円キャッシュバックキャンペーンですね。それと、50分の1の確率で全額ダダになるタダちゃんっていう、まあ、キャンペーンですね。こちらダブルでお得っていう感じで、キャンペーンね、開始されました。でまずねこの 20% キャッシュバックキャンペーンね、やりますっていうのはもう結構前にアナウンスしてて、まあ、実際にどんな感じで出るかっていう感じだったんですけども、20% キャッシュバックキャンペーンはね、2020年の2月の3日から4月30日の申し込み分まで、まあ、利用可能ということですんで、まあ、今からだとまあ大体2ヶ月半ぐらいありますんで、まあ、その間にね申し込み、していただければ、まあ、今回のこのキャンペーンには乗れるということですんで、まあ、まだ結構ありますよね。20% キャッシュバックキャンペーンね、三井住友クレジットカード自体も、まあ、ずっとやっておりますし、先日紹介したね三菱 UFJ ニコス、まあの 20% キャッシュバックキャンペーンもね、まあ、始まりましたので、まあ、そこらをね、皆さんタイミングいい時にね、まあ、発行していただければなと思います。で内容なんですけども、まあ、20% キャッシュバックキャンペーンで最大1万2000円分がキャッシュバックということですので、対象支払い金額は6万円で、1万2000円まで、キャッシュバックされるっていう感じになります。で、まあ、キャンペーンの応募自体はですね、まあ、今までの三井住友クレジットカードのね、キャンペーン、まあ、ずっと続いておりますけども、一緒で、新規発行で、クレジットカードを新規発行していただいて、まあ、その後ね、三井住友カードが、出している、アプリ、ね、スマートフォンアプリの V パスにログインで、完了っていう感じになります。で、クレジットカードのね支払い期間なんですけども、発行した、2ヶ月期間がこれ 20% 対象ということですんで、まあ今発行して、まあ、4月までみたいな感じで、まあ、4月に、発行したら、まあ、6月までみたいな感じなんで、まあ、そこだけはね、期間があるってことだけね覚えておいてくださいね。今発行して、まあ、6月とかにね利用しても残念ながら対象にはなりませんのでね、その点は注意してください。で、今回のね対象のクレジットカードなんですけども、額面がね、まあ、ザザッと、まあ、変わったんですよね。三井住友カードは、まあ、今回の対象カードということで、まあ、利用方法ってありますよね、クレジットカードって。まあ、クレジットカード決済って普通に、まあ、クレジットカードを切って決済する方法と、Apple Pay、Google Pay に、ね、登録すると ID でね、決済することができるんですけども、まあ、こちらねどちらでも、対象ということですんで、まあ結構利用の幅がね、まあ、電子マネーしか使えないっていう時のところはねそこまでないかもしれないですけども、まあ、中にはあるかもしれないですよね。まあ、そういう場合は、まあ、どちらでもねこちらのキャンペーンのね、支払い対象金額になりますんで、まあ、カード決済と ID 決済、まあ、こちらどちらでも OK となっております。で、今回のキャンペーンですね、20% キャッシュバックキャンペーンも今回紹介なんですけども、もともとね三井住友カードの普通カードって、1250円ぐらいの年会費が、まあ、2年目以降かかるんですよね。まあ、初年度はね、今までも無料だったんですけども、2年目以降は1250円ぐらいねかかったクレジットカードなんですけども、まあ、それがね今なら、三井住友カードと、デビュープラスカードは、ずっと無料ということで、今ね発行すると年会費はねずっと無料で発行することができます。ちょっとね今回の、三井住友クレジットカードの、キャンペーンからですね、ちょっとね今までとちょっと変わった点がありまして、まあ、今まではですね重複できたカード、国際ブランドとかねで、マスター、ビザみたいな感じで、まあ、2つ発行して、まあ、両方とも受けられるみたいなねことが今まではできたんですけども、今回のキャンペーンから、重複でクレジットカードを発行した場合はもう最初のカードだけ対象ということですんで、ブランドを変えてね二重取りみたいな感じがね、まあ、実質できなくなったってことですんで、まあ、その点だけはね注意してくださいね。20% キャッシュバックキャンペーンが、まあ、去年の8月ぐらいか6月とかね、まあ、そのぐらいからいろんなところで始まって、
ちょこちょこ終わってったわけで、この三井住友カードでね、まあ、2枚発行みたいな感じで、キャンペーンね、適用された方も多いと思うんですけども、そちらね、もうできなくなってしまいましたんで、注意してください。で、プラスしてね、対象外の支払い、まあ、キャッシングリボとか、海外キャッシュ、その他ローンの返済金、リボ払い、分割手数料、年会費とかね、ここら辺は、まあ、対象外の支払いっていう風に見なされますんで、覚えておいてください。一緒にね併用できるキャンペーンということで、三井住友クレジットカードはですね、ずっとやってるキャンペーンなんですけども、まずね、ID 決済で2000円分キャッシュバック、こちらはですねもうずっとやってるキャンペーンで2月の29日までねやっております。でこれどういうものかというと、Google Pay、Apple Pay に登録すると電子マネーの ID っていう風にねこちら登録されるんですけども、それで支払うだけです。そうすると、まあ、2000円分キャッシュバックということで、2000円分タダで買い物できますよっていうキャンペーンなんですよね、これ。ですんで、今回、元々のね、20% キャッシュバックキャンペーンは1万2000円までなんですけども、まあ、これを足すとね、1万4000円まで利用できますんで、ぜひね、積極的に狙っていただきたいなと思います。まあ、注意点としては、今までね、このキャンペーンを、利用した方はね、まあ、対象外ということですんで、まあ、この ID キャッシュバックっていうキャンペーンは、初めての方だけっていう感じになりますね。で、次に、ポイントサイトにね、案件があります。おそらくですけども、多分ね、早い段階でポイントサイトの案件は消えると思いますんで、もしね、発行される際は早めに決断していただいた方が、まあ、いいかもしれないですね。まあ、ちょっともらえるポイントはね、まあ、3000円分ぐらいしかもらえないんですけども、まあ、もらえないよりかはですね、どうせクレジットカードを発行するのであれば、ポイントサイトね通した方が、まあ、お得っていう風になりますんで、概要欄にね URL 貼っておきますんで、ポイントインカムっていうポイントサイトで、三井住友カードと、デビュープラスっていうカードがね、まあ、この2つがね案件としてありますんで、まあ、デビュープラスの方ねちょっと年齢制限がありますんで、三井住友カードの方はね年齢制限なく、まあ、利用できますんで、そちらね、まあ、利用していただけたらなと思います。で最後にですね、先日紹介した aupay の 20% キャッシュバックキャンペーンありますよね。まあ、こちらは2月10日から始まるわけなんですけども、まあ、実際まだ始まってないですね、10日からですので。で、これ今日これ2月3日で、まぁ、ちょっとね、クレジットカード間に合うかちょっとわからないんですけども、まぁ、こちら aupay のね、キャッシュバックキャンペーンは、au ウォレットの aupay っていう機能のね、利用すると、まぁ、20% キャッシュバックということで、で、この aupay はね、クレジットカードチャージがまぁ、基本なわけなんですよね。ですので、チャージすればですね、そのチャージ分は aupay のキャンペーンで、まぁ、20% キャッシュバックみたいな感じで、三井住友銀行の、キャンペーンで、まぁ、さらに 20% キャッシュバックみたいな感じでね、まぁ、最大 40% キャッシュバックみたいなね、感じも、利用できますんで、もしね、クレジットカード発行された際にはね、ちょっと aupay のね、キャンペーンも参加していただけたらなと思います。まあ、こちらのキャンペーンに関してはね、別の動画出しておりますんで、まあ、そちら見ていただけたらね、わかると思いますんで、そちらね、参考にしてください。で、aupay のね、チャージなんですけども、マスターカードとアメリカンエクスプレスは、まあ、制限なく使えるんですけども、残念ながらビザカードだとですね、まあ、ちょっと別のルートを組まないとチャージができないので、もし aupay の、キャンペーンをね参加される際は、マスターカードのね、国際ブランドを選んで発行されることをお勧めします。で、最後にですね、まあ、こちら結構前からずっとやっているキャンペーンなんですけども、50回に1回の確率で、全額タダになるチャンスっていうことで、まあ、ずっとやってる、多分同じようなキャンペーンをね、ずっとやってるんですけども、上限は10万円までで、4月30日までに、まあ、こちらクレジットカードで決済したものがですね、上限10万円分が、全額ね、上限10万円で全額ねキャッシュバックされるというもので、まあ、こちらもね2月3日から4月30日までね、まあ、やってるキャンペーンでですね、まあ、こちらも特にねエントリーとか必要ないんで、キャンペーン中に発行して、先ほど言った通り V パスっていうねアプリにログインして、まあ、クレジットカードを利用していただければ自動的にね、対象という風になりますんで、まあ、こちらはね、まあ、抽選ですので、まあ、当たったらラッキーかなっていう感じでね、まあ、利用してみていただけたらなと
思います。いかがだったでしょうか。今回はですね、2月3日今日から始まるですね、三井住友カードの、新しいキャンペーンですね。三井住友カードはですね、今までの、クレジットカードの額面をね、まあ、一気に変えてまた新しいキャンペーンを始めたわけなんですよね。まあ、ちょっとこのカードの額面に関してはですね、結構賛否が分かれてるみたいなんで、まあ、あの一般カードはね、緑色の本当に濃い緑色にね、まあ、変わって、ゴールドカードがまあちょっと緑とゴールドみたいな感じで、まあ、ちょっとね、あのデザインが結構一新されたんで、まあ、結構これがねどっちがいいんだろうみたいな感じになってる感じらしいですね。うん。で、あのカード額面もですね、もうざっくり変わって、まあ、今まであの額面にね番号入ってたんですけども、三井住友カードと、ゴールドカードはですね、あの額面にね番号入れなくなって、多分裏面に記載されてるんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、そんな感じです。まあ、スタイリッシュなね感じに、まあ、変わったんですよね。まあ、これもまあ、あのクレジットカードのね、まあ、額面結構ねやっぱりかっこいい方がいいですよね。まあ、これ、まあ、ちょっと見ていただいて、まあ、気になった方はね、まあ、そういう意味で発行するのね、まあ、別に悪いことじゃないんでね、結構三井住友カードをね持ってる人も結構多いんですからね。そんな感じでございます。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。